ファイズネットにその入社した理由は、その3年で一人前にしてやるっていう、でちゃんとそのプランも考えてくださってたんで、まあ、そこに就職して、まあ、一人で力を稼ぐようになりたかったので入社させていただきました。私個人の目標としましては、その今うちがやってる業務の多角化に携わりたいとは思ってますね。ワイズネットの魅力は、電気工事会社の営業として育てられるわけじゃなくて、そのどの職業の営業でも通じるようなその基礎力をつけさせてくれるその教育方針ですので、まあ、そこが魅力だとは思います。お客様の根底にあるその要望を汲み取りつつ、まあ、お客様の要望を満たしていくプランを提示する必要があるんですけれども、まあ、そのやり方を教えてくださりますので、まあ、提案力はつくかとは思います。やっぱりオンの時はやっぱり仕事にきっちり身を入れて、まあ、しなきゃいけないんですけども、ただオフの時は結構みんなで砕けた、まあ、会話をしたりするので、まあ、そういったところは働きやすいとは思います。